伊藤隅子はアメリカ合衆国を拠点に事業を行っている日本人実業家である。日本人女性として初めてのインベストメントバンカーと言われる。伊藤は1974年に東京大学経済学部を卒業し、厚生省に入省した。その際には一旦は今年は女は採用しないと言われたものの諦めず結果として採用されたという。 厚生省在籍中に英国のオックスフォード大学に留学、同大学より経済学の修士号を取得した。伊藤はこの留学経験を通して日本より海外で仕事をする方が一人の人間として公平に評価されると通二29歳だった1980年に厚生省を退官してアメリカ合衆国に単身で移住した。アメリカで伊藤は 経営コンサルティング会社勤務を経て、米国の村証券に就職した。日本人女性として、初めてのインベストメントバンカーとなって、再建投資業務等に携わった伊藤は、その後、ボルチモアを拠点とする投資銀行であったアレックス・ブラウンに移り、同社のパートナーに就任した。アレックス・ブラウンを退職後、1991年10月には、自らの投資、 経営コンサルティング会社であるアルカディアキャピタルを設立した。その5年後の1996年、投資顧問会社フィッシャーフランシス・トリーズワッツの日本法人社長となって15年ぶりに日本に戻った。その後同職からは退任し、アルカディアキャピタル CEO として日米企業へのコンサルティングを行って現在に至る。1993年、 ケースメソッドの教材として伊藤を取り上げた文芸がハーバードビジネス出版から出版された。これは日本、英国、米国という3つの異なる文化を経験しながら日本人女性として初めてのインベストメントバンカーとなった伊藤の人生とキャリアを描写したもので執筆者であるハーバード大学教授デビッド・トーマスは彼女の人生の節目ごとに立ちはだかった男社会の 壁を検証し、この壁をどう突き崩したかを学ぶことは、日本研究の生きた教材だと述べている。伊藤のニューヨークの自宅は、ワールドトレードセンターサイトにほど近い、マンハッタン南部にあり、日本では、長野県軽井沢町に今日構えている。ABCDE、メスノの時引く、実力勝負の海外へ第一部閉塞を破る、日本経済新聞平成10年一面企画 A.B. すみこ、伊藤バイ・デビッド・ A. トーマス、デブラ A ・ A. ウーグ、ソース、ハーバード・ビジネス・スクール、パブリケーション・デート、エイプリル23、1993、A.B.C.D. フォーカス・福島の被災地らを軽井沢に招待した、N.Y. のコンサルタント伊藤すみこ氏、日本経済新聞平成23年9月6日、夕刊人、生活面 A.B. すみこ、 伊藤バイオスターンビジネススクール、ニューヨークユニバーシティハットスミコ伊藤ハーバードビジネス、レビュー1185アベニューオブザアメリカズ、ニューヨーク、NY。ありがとうございます。